メガドンキホーテ2位鶴ヶ店は、福井県鶴ヶ市中央町一丁目にある UD リテールが運営するショッピングセンターである。なお、当項目ではかつて運営されていたショッピングセンター、ポートン、アピタ鶴ヶ店の概要についても記載する。かつて、共同組合鶴ヶセントラルプラザとユニー株式会社の接班で設置、運営していたポートンをユニーが 共同組合鶴ヶセントラルプラザ所有部分を購入後に一旦全館閉店。大リニューアルし、新生アピタ鶴ヶ店として2012年10月11日にオープン。リニューアルを機に食料品売り場が直営で設置された。アピタやピアゴがドンキホーテとユニーのダブルネーム店舗への転換を進行する中で再び業態変更を行い、 2021年5月18日からメガドンキホーテに鶴ヶ店としてリニューアルをオープンした。証券を半径 3km とし、2021年のリニューアル以降は食料品売り場の面積を従来の1.3倍にすることでシニア、主婦層に加えてファミリー層の集客を狙う。単身や二人世帯に向けて少量パックを増加させ、 メガ盛りなどの生鮮食品を豊富に取り揃え、品揃えの充実させる。さらに、子供向けの駄菓子屋も導入する。店舗全体の営業時間は午前8時から翌午前0時まで。2012年のリニューアルでは、専門店39店中、鶴菓子発の出店店舗を24店を入居させるなど、目新しさを含め充実化を図った。2021年のリニューアルでも、 ニトリやコップスは引き続き営業する。ポートンは、現在のアピタ鶴ヶ店リニューアル前に同地に所在した、ショッピングセンター。共同組合鶴ヶセントラルプラザと、ユニー株式会社の接班で設置、運営していた。リニューアルを前に2012年2月、鶴ヶセントラルプラザは解散も視野に入れ、占有部分をユニーに、全所有権を優勝状とし、同年3月に休業した。 ユニーが運営するアピタ鶴ヶ店を各店舗に約20店を超える専門店で構成されていた。ポートンとは鶴ヶ港の港、厚紙の語に読み、厚紙を組み合わせて命名された。かつてのアピタ鶴ヶ店はアピタタイプの店舗では当時唯一直営食料品売り場がない店舗で医療、生活雑貨のみ扱った。食料品売り場は 地元資本の家高不動産グループのスーパー、エフレグループの株式会社プリオによって運営されていた。2012年3月20日に、同年10月のリニューアルオープンに向けて、鶴ヶセントラルプラザ部分が休業。続いて、アピタ部分も4月2日より休業し、全館休館となった。ありがとうございます。